何年も前、自分が高校生だった頃の話。姉とショッピングモールに出かけて洋服見てるとき、姉が誰かに話しかけてるのに気づいて、近づいたらそこに自分がいた。正確には靴以外全く同じ服装、同じカバン、同じ髪型、同じ身長体型、そして私に顔がよく似た見知らぬ他人。自分から見てもまるで鏡を見てるようにそっくりだった。お互いすごくびっくりして軽くパニック。姉は私と間違えてその子に話しかけたらしく、私とその子を見比べて混乱してた。しかもその子の知り合いがその子を呼んでたんだけど驚くことに名前まで同じだった。ドッペルゲンガーってああいうのを言うんだろうか。しばらくってパニック状態だったけどお互い。すごい自分がいるみたい。こんな奇跡あるんだね。って笑いながら話して記念に二人で写メ撮ってバイバイした。あれ以上の衝撃はもう一生ないと思う。たまにバイト中なのにどこどこで見かけたって友達が目撃情報話してきたことあったけどもしかしたらあの子だったのかも。実は遠い親戚とかだったりして。写真見せたら親が挙動ったとかないよね。親にも写メ見せたけど驚いた後すごいすごいって笑ってた。服もカバンもその服屋で買ったものだから単に趣味が同じだったのかも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。